はい、皆さんこんにちは、リベルタでございます。というわけですね、今日は新東名高速道路の伊勢原大山インターチェンジと新秦野インターチェンジが開通したということで行ってみたいと思います。山に囲まれていて行きにくい場所にあったんですけど、この新東名の開通によってブーンとアクセスがしやすくなりましたね。さあ、もうすぐ新東名ですよ。秦野に戸川公園っていうのがあって、この公園は家族連れで行けるとてもアクティビティ高い公園で、多目的グラウンドや少年野球場、そして公園、バーベキュー場なんかもあってね、とても楽しめる場所です。さあ、ファミリー向けとは言いましたが、この動画を見ているこっちの諸君、安心してくれ。この公園に行けば四季折々のたくさんの花たちが出迎えてくれるぞ。あとは秦野って言ったらあそこですよね。出雲大社相模分祠、出雲に行かなくても出雲大社に行けてしまうという、なんと手軽なここはもういろんなね、ご利益があるわけですよ。もうなんか最強の神みたいな中でもやっぱ出雲大社って縁結びのご利益が高いとされており、もう人気を博しているわけで、これは行かないと。こっから開通区間ですね、伊勢原大山。伊勢原ジャンクションで注意が必要なのが、行けない道があるんですよ。例えば新秦野から左の透明に入れないとかね、そんな感じの注意事項がありますんで、使う際はぜひ覚えておいてください。いやー、誰もいねえなー。誰もいないと思ったらクラウンっぽい車来た。あれは覆面かこのために覆面か。おー、地形な、レクサスだ。こっち通ったところであれだぞ。新秦野までしか行けねえんだからな。そう、この新東名高速道路は、まだ全線開通してないので、新秦野インターチェンジで強制的に降ろされます。だから、まあ、こっち来る人は目的地が、新秦野インターチェンジ降りるっていう人くらいしかいない。だからこんなに空いてるんだ。この新しい区間の見どころとしては、周りこう山が多いわけなんですよ。動物って入ってきやすいじゃないですか。そんな動物が逃げやすくするように工夫をしているということです。その工夫に動物が気づいてくれるかは謎です。はい、続いて今見えないかな、あの辺そうだよね。そう、この左のこれライトなんですけど、このライトが下向きなんですよ。この辺って山多いんで霧が出やすいと。霧が出やすいから、そんな時にこう上にね、光なんて当てたら前が見にくくなっちゃうっていう現象が起こるので、下向きにねライトを向けてるわけです。もうすぐトンネルが見えますね。このトンネルに隠された秘密があります。トンネルに入りました。まず本来トンネルって上にこう送風機っていうのがあるんですけど、これが真ん中じゃなくてちょっと横についてるんですよね。この角度も上げて、でしかもこれ至る所にカメラついてるんで、ほらここにもついてるし、カメラがこんだけある理由って、こうトンネル長いんですよ、ここ。なので事故に早期発見が必要になりますので、まあこんだけカメラの台数が多くなってるということです。あったこれプロジェクションマッピング、出口2キロプロジェクションマッピング重いのやばいなあれおかしいななんかプロジェクションマッピング、このやっぱ看板とかつけると老朽化とかでメンテナンスに車線規制をしなきゃいけないとかもあるので、プロジェクションマッピングで表示させるっていうのは継続的なコストが下げられるんじゃないでしょうか。出口あと2キロって、それだけだったらさ、もうこっちのタイルに貼ったらよくね残り2キロですって。さあ、秦野市に入ります。さあ、丹沢ですな。今のところオービスはないみたいですけど、まあこういうとこがね、新型オービスつけれますからね。今この下半式オービスってな、結構の割合で30キロ以下の速度超過に関しても取り締まってるみたいで、気をつけた方がいいですよ。諸葛孔明かっていうぐらいね、神出鬼没に出てくるんだよ。また出てきた出口 1.4 キロ。お前もしかしてその出口お知らせしか出てこねえんだろうな。新東名だけあってカーブが全然ないですね。本当に緩やかなカーブで、上りや下りが全然感じないんで、走りやすい道路になってんじゃないでしょうか。え、秦野丹沢、うわー、もうこの広場とかオービスすぐ置けるトンネル終わった後もね、こことかね、多分設置のオービスはなさそうなんですよ、ここ。ただ置けるポイントは結構あるんで注意は必要です。さあ、 ETC 出口、これはあれですね、あの秦野丹沢のサービスエリアができるらしいんですよね。なんか作ってるでしょう、ここ左、こっち右もそうかな。なんだろうな、動物に優しい作りにしましたっていうやつが一個に見当たらないんだけど、どれだろう。だって落ちてきたらもうおしまいだろ、あいつら。こんな柵越えてさ、もうすぐ終わりですね。全長約13キロの新しい区間、残り2キロで終了です。
いやー、新しいドロップいいなー。バイクだ。旗の行ってきたのかな。何もなかったろあそこ。旗のはね、本当にね、あんまないんだ。あんまないんだけどさ、登山とキャンプする人は結構いいと思う、本当に。特に登山。確かね、ここ観光としては450万ぐらい観光客が来るみたいなんですよ。登山系の方でいうと80万ぐらい年で来る希望らしいんで、まあそれ考えるとね、やっぱここ開通させたっていうのは時短につながることによって現地で遊べる時間が増えるじゃないですか。それでお金を落としていただくことができるという、いや素晴らしい新肌の、いや山すげえな。ということはあれか、僕もここに行きやすいっていうことはこっちに山買って自分のキャンプ場を作るかっていうのがありだな。よし、ライダーズキャンプサイト作ってやる。よし待ってろよ、バイク乗りに優しいキャンプ場だ。